難関マーク陣ベテラン勢を連れて早くも上昇していきます。直マークはもちろん同県神奈川の2番高木です。3番手回り5番鈴木を回る競争。さあにわかに6番服部も動いていきました。さあ8番村上の上昇を阻むようにして6番1番、しかしちょっと9番の筒井が連結乱れて8番村上3番手、9番の筒井が再度連携を整えに行きますが、すかさず8番村上が踏んでいく。そして2番の高木、さらには5番の鈴木、8番2番5番、3者は3番手から4番手。さあ6番服部、1番坂本、両者九州勢での主導権です。3番手8番の村上、少し前と車間がある、縦一列後ろから7番の池田隼人が仕掛けていくんですが、さあ高回転のまくり、一気にスピードを上げていきます。1番の坂本龍馬、番手からまくり離しますが、その外から7番の池田隼人のパワーが勝るか。水槽はぴったり7番南修司、1番の坂本は3番手、再度巻き返せることができるのか。直線7番の池田隼人がそのまま1着到達、3番南修司との即席ラインでのワンツー。第11レースは S 級の決勝戦です。1番坂本龍馬、合わせての番手からの発進だったんですが、嘲笑うかのような7番池田のハイパワー、3番南を連れての7番3番での1、2着、そして3着到達は8番の村上。角度を変えてのゴール前スローです。7番下池田隼人、そして3番の南修司、8番村上が3着到達。1着7番池田隼人、2着3番南修司、3着8番村上直久。